チュエカの地下鉄駅、チュエカは、スペインマドリード中心街に近い地域の名前。セントロクの北側である、フスティシア地区に位置し、地下鉄、チュエカ駅のある、チュエカ広場を中心に、町が構成されている。作曲家、フェデリコ・チュエカの名前に由来する、チュエカは、非常に活気があり、ストリートには、カフェや、ブティックなどの店が多く並んでおり、旅行ガイドブックロンリープラネットは、 過剰に芸で若くて活気があり、性的思考を気にしなくても良い場所と表現している。2007年に開催されたユーロプライドマドリードのゲイコミュニティとしてよく知られた地域であり、多くの LGBT の人々や LGBT フレンドリーな店舗が立ち並んでいる。2007年にユーロプライドのホストとなって以来、プライドパレードは規模が大きくなり、現在では 世界的に見ても規模の大きなイベントとなっている。夏の入りの5日間に広場でフェスタが行われ、多くの屋外バーが出店し、毎年数千人規模の人出がある。2012年には30万人の外国人、観光客がマドリードの LGBT フェスタに訪れている。ありがとうございます。